はい、今回はコラボということで、まあ早速紹介したいと思います。チームまず那須で松井選手と坪さんです。よろしくお願いします。私も馴染みです。よろしくお願いします。で、松井大輔 YouTube チャンネルともコラボさせていただいている今日の対戦相手リゼムの3人、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でリゼムチャンネルともコラボしているということで、対決企画を各チャンネルでやらさせてもらってるんですが、はい、今回那須大輔 YouTube チャンネルでは3対3、はい、はい、のこのミニコートで、はい、バスケット、はい、バスケット対決3on3 3on3 で2分前後半、はい、結構今日は暑いので、うん、でもこのスモールサイズだったら2分を結構きついですよね、はい、前後半でどっちが勝てるかっていうので、はい、で、ルールはもちろんフリータッチ、ゴール時は絶対にみんなが合ってる、トレーニングじゃないですか。2ブレ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 、なんなら俺3ブレだった。だからベタつきはなしっていうので、はい、今回勝負対決なんですが、はい、勝ったチームはこちらということで、勝った方にはペルメタということで、ペルメタ、はい、チームには日焼け止め、日焼け止めこちらプレゼントさせてもらいます。で今回、終わった後に視聴者プレゼント、そしてこちらのペルメタのセットを、うん、3名分視聴者の方々にプレゼントさせていただきたいので、皆さん最後までご視聴ぜひよろしくお願いします。作戦はワン、誰がワン、もうもうこれなんだよ、ワンだから111でいいと思う。でもこう縦111の前中盤後ろ、はい、でそれで三角形になる。まあどっちにしろでも上がらなきゃいけない。そう、逆三角形か普通の三角形、まず5番とそれ俺が2倍そう、3周目それでいいと思います。どうですか、リズムは相手ですけど、いやいやいや、絶対にこういう3対3は勝てます。ゲーム形式なんで、はい、勝ちに行きたいと思います。はい、那須さんにボール持たせればいいんじゃない。確かに、那須さんに1回ボール持たせて、まあ、ちょっとアタッタさせたところをボール取ってラインを押してあげる。那須さんはあのパスカットしたから、ACL でこうやって退場するからすんで取ってね、入れ替わったらね、これでこうやって素直にこうやって長袖のね、那須さんが大丈夫。ちょいいつの時代の話。レッズ時代です。 ACL のすぐ大丈夫するから。そのことではすいませんでした。相手はあれだからね、ワールドカップ選手2人とオリンピック選手1人いる。えぐいな。えぐいぞ。3選手ですか。高校生なんかもう。でもこれっていうことは、勝ったらもう俺らの株はもうそうだよ、ダーン上がるから。若さで勝とう。若さで勝とう。まあ若くはないけど、向こうは上やから29、28やろ。向こう40やぞ。いける勝とう。いける、頑張ります。あと声出して、シュート打てるタイミングあるから。確かに上がってんの、シュート打てるタイミング。 OKOK、 打てとか、うん、待てじゃあ待て大丈夫。おぉ、 OK、 スタート。どこだよ。待て。あれ上げようか。ラスト10秒。OKOKOK。 10秒、サール。イ
いやーすみません。 OKOKOK 10秒10秒耐えろ耐えろ。いやーすみません。すみません。これ3本1回行こう。5秒ある。終了でーす。 OKOK 戦術松井お前取んなに松井君じゃん。これがあるからね、俺ら守っていられるんだよ。そうそう、こういう選手がいるから俺ら守る、守備のしがいがあるっていう。いや、俺、これ俺だけでよくない？お前、3対3はそうだけにいかないだろ。お前、3対3はそうだけにいかないだろ。守りがいるね。フットサルじゃん。フットサル。やっぱ、町の土俵だから。土俵だから、ここは。さすがですね。さすが。どうでした？前半戦終わってみて。ちょっと待ってより。相手うまいっていう。松井さんのキレがいい。松井さんっすね。でも、守備の時やっぱちょっと松井さん戻ってこないんで、そこはチャンス。そこはちょっとうまく、そこだね。だから攻撃は松井さんをシャットダウン。3人しよう。で、勢いよく持って攻撃。もうそれ言ってくよ。お前松井さん以外は2人何もしない。もう2人は松井さん以外は松井さんに指定してあそこで2枚で俺らを守ってたらあの2人すごいけど失点してるからあそこを狙うしかないです。もう今はちょっとまあ今の前半はちょっと体を上げる、うん、でも分かったもん。そう分かったね、うんうん、前半 でもラスト F はもう 100% でいこう。5分前後さそうですね、前後さ進めてきます。行きよって行きます。よーいスタート。じゃあ行こう。さすが。よしよしよし。うわぁ結果発表。前半後半2分の3対戦 3-on-3 は、チーム夏の勝利。夏じゃねえ、夏じゃねえ。今日は役割分担がもう明確でしょ。点を決める、守るって。どうでした？今日なんか大人のサッカーされたなって確かに感じがしますね。やっぱはっきりしてました。はっきりしてた、ね、松井さん前の後ろ2枚そうですよ。だからこういう選手が前にいるからプロの時守れんです。そうですよね。我慢して守るんですよ。我慢して守る、はい、あやっぱ現役だから確かに。やっぱすごい。なんか誘われてる気めっちゃしてたんですよ、ね、その突っ込んだら抜かれるっていうのがあって、ちょっとフットサルの持ち方もなんかあって、あれサッカーの時からあれやってるからさ、なかなかないでしょ、ああいう持ち方する。いやー、ないですね。難しいですね。で、各チャンネル勝負対決してるので、皆さんぜひご視聴の方、はい、概要欄の方に話してもらうので、ぜひそちらの方もご視聴よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録と高評価といいね、あ、じゃあコメントぜひよろしくお願いします。今回3対2で
チームナスの勝利ということです。強かった。ナスで、じゃあこちらをね、はい、ベルメタリズム、はい、はい、いただきたいと、いただきたいと思います、はい、思いますので、ありがとうございます。で、視聴者の方もね、概要欄の方からチェックしていただき応募いただければと思いますので、はい、今回釣りを釣りありがとうございました。ありがとうございました。